ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、ボイニッチ思考、ってやつの解説だよね。世界の秘書ってやつだな。正直言って、全然聞いたことないけどね。見ると、ああこれか。ってなると思うぜ。へえ、そんなに有名なものなんだね。じゃあ早速、ボイニッチ思考の概要からざっと紹介していくぜ。チャンネル登録をポチッとしてくれるとテンションが上がります。よろしくお願いします。それではゆっくりしていってね。その1、ボイニッチ思考とは。今回のテーマになっているボイニッチ思考とは、1912年にイタリアで発見された著者不明の古文書のことだ。著者不明。古文書。何かいいね。未解読の文字が書かれていて、多数の奇妙な絵も書かれているぜ。大きさは縦 23.5 センチ、横 16.2 センチだから、リーゴノートより若干小さいぐらいだ。なるほど、ノートのサイズは、この時からすでに大体は決まっていたのか。気になったとこ、そこかよ。この思考は、厚さは5センチほどで240ページからなっているんだ。しかし、わかっているだけでも28ページが行方不明となっているぜ。長い時間が経っているのなら、全ページきれいに揃っているのは難しいか。ボイニッチ思考、という名前は発見者である、ポーランド系アメリカ人の革命家であり、古書収集家でもあるウィルフリッド、ボイニッチから付けられているんだ。星とか鉱物とかも、発見者の名前がつくもんね。霊夢が発見していたら、霊夢思考、になってたってことだね。文字よりも絵の方が多いことから、図鑑のような印象を受けるかもしれないぜ。そんなに絵が多いの。思考全体を見ても、絵がページを占める割合は7割だぜ。ほとんど絵じゃん？こんな感じだぜ。謎が多いボイニッチ思考は発見から100年以上も解読されていないため、世界的にも有名な秘書、または怪文書の一つとして知られているぜ。今も多くの人たちが解読に挑んでいるんだ。ロマンだね。ちなみに、ボイニッチ思考は現存している全ページが閲覧やダウンロードができるぞ。まさかの電子書籍か。PDF ファイルでダウンロードできるみたいだぜ。まさか著者も、公正にインターネットで世界中の人に見られるなんて思ってなかっただろうね。確かに。ひとまずボイニッチ思考は、謎の言語で書かれていて、もうわけわからなくてワニワニパニックだってことはわかった。ここからはボイニッチ思考の詳細について解説していくぜ。よし、バッチコイ。その2、ボイニッチ思考の材質。まずは材質から。ボイニッチ思考は陽皮紙でできているぜ。はい、いきなりわかりません、陽皮紙って。陽皮紙とは、動物の皮を加工して文字や絵を描くために作られた、広い意味での紙、だぜ。広い意味での紙って、紙、の定義をしっかりさせると、紙は植物などの繊維を絡ませながら、薄く平らにしたものとされているぜ。日本工業規格では、植物繊維その他の繊維を硬着させて製造したもの、と定義されているんだ。こんな定義があったんだね。薄くて平たくて字が書けるなら紙だと思ってたよ。意外と定義がしっかり決められているものもあるからな。それに、紙や文字を記すためのものの種類がたくさんあることで、研究の助けになることもあるぜ。ほうほう。古代エジプトではパピルスが使われていたし、メソポタミア文明では紙は使わずに粘土板に彫っていたという具合だぜ。文明とか文化の特徴は道具に出やすいから、地域とか時代がある程度絞れるってことだね。さすが霊夢、その通りだぜ。つい文字や絵が書かれていると、そっちに目が行ってしまいがちだが、材質にも注目するのは大切なことと言える。研究者って、大変なんだね。大切なことだからな。特定の地域で使われていない、作られていないものが、途中の時代から出現したとしよう。ふむふむ。その場合、他の文化や文明との交流や交易で取り入れられた可能性が高い。一つの地域や国だけのものだと視野を狭めてしまうのは、謎解明のためには悪手となってしまうかもしれない。そりゃ悪手だろ、アリンコ。突然のネテロ会長。えへへ、ついやっちゃったよ。さて、気を取り直して。解読不能とされていることから察せられるように。まずボイニッチ思考に使われている文字が、どの国の文字なのか。最近まで詳しいことが分かっていなかったぜ。ほわ？パッと見は英語っぽく見えるから、これ解読できるんじゃないか。と錯覚してしまいそうだが、100年間解読されなかった文字は手強いみたいだな。ああ、ほんとだ。現在でも使われてる文字っぽく見えるけど。
よくよく見てみると全然、英語っぽくないね。しかし、思考に使われている文字の候補はいくつかあるんだ。おお、人間の道に対する熱意の結晶だね。その3、ボイニッチ思考の文字。2014年にスティーブン・バックスという言語学者が、アラビア語やヘブライ語といった中東の言語を当てはめて、一部の解読に成功したという論文を発表しているぜ。論文曰く、セム語族やコーカサス諸語に属するとのことだ。あれ、イタリアじゃないんだ。まさかの中東だったな。それから、文字の一部がトルコの古い言葉に似ていることも明らかになっているし、一部は俗ラテン語で書かれているという説もある。イタリアで発見されたからといって、イタリアの古い言葉なのかなぁ。と思い込んじゃいそうなほど、見事なフェイントだね。霊夢はまんまと引っかかっちゃったよ。発見されたのがイタリアだからって、イタリアで使われている言語で、書かれているとは限らないんだよな。本当に見事なフェイントだぜ。それでそれで、文字について明らかになったことって他にないの？では肝心のボイニッチ思考の文字についてだが、自然言語か人工言語かで、解読の難易度は変わってくるのでは、という意見があるぜ。自然、人工、自然言語とは、英語や中国語、日本語といった〇〇語の総称のことだ。人間が意思疎通のために日常的に使っている言語のことだぜ。自然言語は、文化的背景を持っておのずから発展してきたんだ。へぇ？一方で人工言語とは、個人や団体などによって、語彙や文法が人為的に作られた言語の総称のことだ。今の時代では、プログラミング言語などを指すみたいだぜ。人工言語は、異なる言語を話す人同士がコミュニケーションを取りやすくするための、国際補助語として作られているものが有名だ。なるほど、自然言語だけでいいじゃんって思ったけど、人工言語も大切なんだね。また、人工言語は架空や空想の世界を書くときや、日記や式などの秘密を守りたいときなどにも使われるぜ。つまり、人工言語とは少々特殊な条件下で使われる言語のことなんだ。おっと、これはフラグですか？ボイニッチ思考は、暗号化された文字ではないかとも推測されているし、今さっき説明した人工言語の可能性もある。もし仮に、ボイニッチ思考が人工言語で書かれており、なおかつ使われている人工言語を使う人たちがいなくなっている、資料が残っていないと仮定すると、解読はかなり困難と思われるぜ。ほらー、フラグ回収。世界中にはすでに滅んで使われていない言葉なんて山ほどあるだろうからな。さっき紹介したヒエログリフも、解読こそされているものの、現代で日常語として使っている人はいないだろ。そうだね。そう考えるとヒエログリフをはじめ、資料として残っていることは、むしろ幸運なのかもしれないぜ。なくなっちゃったら、こうしていろいろ議論をすることもできないもんね。ボイニッチ思考以外にも解読されていない文字は、インダス文字や千文字 A、オルメカ文字なんかが挙げられるぜ。まだまだ解読されていない文字は、たくさんあるんだね。ボイニッチ思考の文字に関して、一つの説があったんだ。お、そうなんだ。キリストの語り派の関連事項が記されているという主張もあったが、後に間違いであったことが分かったぜ。宗教関連の秘密書であったと推察していたのなら、この考えは有力だったかもしれないが、残念ながら違ったんだ。そっか。やっぱり、一筋縄ではいかないね。東大王にしれっと問題として出せば、解読してくれそうじゃない？明らかになってないものを問題として出すな。南県の山里さんとひろみさんに全力で突っ込まれるぞ。ダメか。宗教関連のものという考え以外にも、錬金術の研究書を暗号化して、書いたものではないか、という考えもあるんだ。錬金術？そういえば、鋼の錬金術師、でも、研究書の暗号化が取り上げられていたよな。研究内容を他の人に知られると、悪用される可能性もあるからって言ってた気がする。そうなると、内容を知られると困る事情があったとも考えられるな。謎は深まるばかりだね。その4、ボイニッチ思考の内容。次に、ボイニッチ思考に書かれている絵の内容についてだ。そういえば、絵の方が多いんだったよね。文字と同じぐらい絵の内容も不思議だと言われているぜ。書かれている絵の内訳は、7割が植物、その他には銀河や星雲といった、天体にまつわると思われるもの、占星術や精霊のような、人知を超えた存在らしきものも書かれている。
一つの分野に絞ってるわけじゃないんだね。意味不明の絵もあって、ごちゃごちゃっとした缶、排水管のような絵と、缶で繋がったプールや浴槽らしきところに使った女性の絵といった、意味不明な絵も多いぜ。だんだん怖くなってきた。それから、描かれている人物のほとんどが服を着ていないため、服装による時代の推定もできない。それに飛行の中に描かれている植物は、類似する植物とほとんど同定できていないんだ。つまり飛行の中に描いてある植物が、今の時代の植物と一致しないんだね。そうだぜ。絵は、時として文字よりも伝わりやすい情報のはずだ。マリサさん。非常に言いづらいんですが。はい、霊夢珍道しました。描いた人の絵が、下手くそすぎて伝わらない説は。怒られるぞ。どこからかわからんけど、とりあえずどっかから怒られるぞ。失礼しました。ここで現代科学の登場、年代測定法の一つである放射性炭素年代測定によって、紙が作られた年代がおおよそわかっているぜ。改めて、科学ってすごい。紙が作られた年代は1404から1438年あたりだと推定されているぜ。そんなに細かく年代がわかってるんだ。じゃあ、ボイニッチ手稿は、1404年から1438年あたりに書かれたものってこと。そう言われると、断言はできないぜ。なんで？内容が書かれたのは、思考が作られた時代よりも後の可能性も十分にあるからなんだ。わかったのは、あくまで紙が作られた年代だぜ。年代測定法の結果だけで、時代を判断するのは早いと言える。そっか。安易に特定することはできないんだね。その後、ボイニッチ思考の著者は誰なのか。ではボイニッチ思考の著者は誰なのか、という疑問なんだが。著者がわかれば、少しでも手がかりがつかめる気がするけど。作者については諸説あり、イングランドの学者であるロジャー、ベーコンだという説。同じくイングランドの錬金術師であるエドワード、ケリーだという説がある。ベーコン。今、ハウルの動く城、のワンシーン思い浮かべただろ。そんなことないよ。著者がロジャー、ベーコンだと言われている理由は、ボイニッチ思考に書かれている絵が、薬草学に関する何らかの知識か見解を記していると考えられていて、内容を宗教的な迫害から守るために、日常で使われている言語を使用しなかったのではないか、という意見があるぜ。ロジャー、ベーコンさん、一体何者？13世紀のイギリスの哲学者であり、カトリック司祭だぜ。ああ、そっか。司祭だから宗教関連のどす黒い部分とか知ってそう。貴重な資料が抹消されるのを防ごうとした説だったとしたら、めっちゃかっこいいね。ベーコン司祭、グッジョブ、だよな。それから、エドワード、ケリーだと言われている理由は、錬金術に浸水していたルドルフ2世、16世紀頃の神聖ローマ帝国皇帝、から、お金を騙し取るためだったと言われているぜ。話のエピソードの落差。また、エドワード、ケリー自身の相方である、ジョン・D・錬金術、占星術、数学に長けていた、を騙すためだったとも。なんか、人間の良い部分と嫌な部分を一気にしたね。その6、解読に挑戦した人たちと様々な仮説。続いて、解読に挑戦した人たちについてだ。よくこんな難解なものに挑戦するね。メンタル強すぎん。同感だぜ。第二次世界大戦中に多くの暗号を解読したウィリアム・フリードマンが、1945年にボイニッチ思考に挑んだが、解読できなかったぜ。しかしこの際に、フリードマンは暗号ではなく人工言語ではないかと推測している。解読できなくても、足がかりを残してくれたんだね。フリードマン以外にも言語学者、テレビ作家、電気技師など、多くの職種の人が解読を試みているぜ。プロアマ問わずって感じだね。それから冒頭で少し触れた、言語学者のスティーブン・バックスは、2014年に発表した論文で、アラビア語、ヘブライ語など中東の言語を当てはめて、一部の解読に成功したと発表しているんだ。スティーブン・バックスが発表した論文曰く、セム語族やコーカサス諸語に属するとのことだぜ。解読できたんだ。やったー。とはいえ、まだ一部だぜ。それに、スティーブン・バックスも注意として、論文の内容についても、暫定であり、もっと検証が必要だと言っているんだ。謙虚、仏様。一部でも解読できたんだから、もっとなんか、こう、ねえ。霊夢が言いたいことはわかるぜ。今後の研究の手がかりを見つけてくださったのは、
ボイニッチ思考を研究している人からしたら、とても偉大な功績だよな。それに、歴史ロマンにワクワクしてる人にとってもね。スティーブン・バックス以外にも、いろいろな仮説を立て研究を進めた人はたくさんいるぜ。2017年には、テレビ作家のニコラス・ギブズが婦人の健康に関する医学書ではないか、という説を発表した。薬学について書かれている可能性があるって言ってたもんね。そっか、医学書か。ラテン語の単語の略称である可能性を指摘し、中世の医学書とボイニッチ思考の類似性に注目しているぜ。世界中の人たちが意見を出し合って、一つの謎に挑む。RPG みたいで胸熱。それから2018年にカナダの電気技師、アメット・アーディックが、トルコ語に似ているという説を唱えたぜ。大学のデジタルジャーナルに論文として投稿し、現在査読を受けているそうだ。あ、さっきちらっと言ってたよね。それにしても、結構広い範囲の地域の文字が使われてるんだね。論文に関心を持った他の学者や家族の協力もあり、すでに300語以上の単語を見つけることに成功したとのことだ。おお、解明に向けてさらに動きが活発化してるんだ。まだまだあるぜ。2019年にはブリストル大学、イギリス、の言語学者、ジェラード・E・ジェシャーが提唱した説は、また違った切り口だぜ。え、なになに？ボイニッチ思考の絵の内容は薬草療法、入浴治療、占星術、女性の心の問題、子育てに関する情報だと考えているんだ。女性の心の問題と子育てって考えって、どうやったら出てくるんだろう、すごすぎん。ジェラード、E・ジェシャーボイニッチ思考は、ドミニコ会の修道女によって、アラゴン王国、現在のスペイン、の女王マリアのために編集された参考書であるという説を唱えたぜ。女王様のための参考書。これはまたすごい説が来たね。また、ある種のアウトサイダー、アート、西洋の世紀の芸術の美術教育訓練を受けていない人が制作した作品のこと。であるから、解読しようとする試み自体が無意味だという意見もあるぜ。そんな寂しいこと言わないでよ。仮説の領域を出ていないから、決してそんなことはないと思う人たちは研究を続けているんだと思うぜ。そっか、誰にとっても、挑戦は楽しいってことをボイニッチ思考が証明してくれているのなら、解読の試みはきっと意味があるよね。やるもやらないも、その人の自由だもんな。最近は、生活のお役立ち書という説が有力だぜ。お役立ち書、今で言うところのオレンジページ、とか、暮らしの手帳、みたいな感じ。絶妙な例えを出してきたな。愛読雑誌なんだ。ボイニッチ思考について解説してたら急に、霊夢は主婦説、が出てきたんだが。ほら、一人暮らしだと家事の効率化が大切だからさ。何のためにそんな効率化を求めるんだ。ゲームできる時間を増やすためだよ。よかった、ただのまっすぐなゲーム好きだったぜ。あ、そうだ、ボイニッチ思考、誰かの中二病脳と説は。その可能性もありそうだな。もしくは、当時の小説家か漫画家のネタ小説。だとしたら、最高に面白いよな。それに、もしかしたら現代のフィギュアや漫画なんかも後世に発見されて、昔の人が崇めていた神だ、とか、宗教書だ、とか言われてたら面白いね。タイムマシン欲しいな。学者さん、頑張って作ってください。それにしても、もし本当に中二病の音だったら作者は今頃、恥ずかしさでもだえているはずだよな。なんで俺、私、あんなの残しておいたんだ。って天国にいながら、自分の中二病を、世界中の人に見られるという地獄を味わっているんだね。仮に地獄に落ちてしまっていたとして、これが罰の方法という可能性も。平和、平和な罰だね。優しい世界であれ。視聴者の皆さんも、人に見られて恥ずかしいノートがあったら、焼却処分しておいた方がいいかもしれないぜ。やば。実家の押し入れにカオスノートが。ほう。今度、霊夢の実家遊びに行ってもいいか。いやあ、絶対ダメ。いやほら。霊夢のご両親に、いつも仲良くしてもらっているお礼を言いたいからだぜ。嘘だー、片付ける前には絶対入れないからね。ちぃ。ダメか。危なかった。話をボイニッチ思考に戻して、今こうしている間にも、学者や関心を持った人が日々研究を進めてくれているぜ。いつか解読できるかもしれないから、今後の研究に超期待だね。こういうミステリーや不思議な伝承があるものを勉強するのは楽しいだろ。このチャンネルではこれからも不思議なことをどんどん解説していくぜ。他の動画もぜひ見てくれよな。知らないことばかりだから楽しいよ。
最後までご視聴ありがとうございました。